さあ、表町商店街にやってきました。紬コッペがこちら。あ、コッペパンの店って書いてますよ。コッペってコッペパンのコッペだったわけですね。こんにちは。いらっしゃいませ。すごい、いろんな種類のコッペパンが、BLT とかデミカツとか、すごいいろいろありますね。何種類ぐらいいつもあるんですか？今25種類ぐらいが。25種類、はい、ちょっと選びきれないですね。どんなのが人気なんですか？今ね、一番人気がエビカツなんですけど、はい、ちょっと 今作ってる途中です。今作ってるんですね、はい、エビカツ、はい、お、今コッペパンに切り目を入れて。これどんなコッペパンなんですか？岡山県産の小麦粉のモンゲ粉を使ってるんです。へで、香りが高くこう香るようなふわふわのコッペを作ろうと思って、エビカツ も、まあ、もう名前の通り、あのエビの身が結構歯ごたえがあって、はい、プリプリかつ旨味がギュッと出てるようなエビカツを、はい、使用してます。そしてスタンプラリーのメニューが、お待たせしました。 ありがとうございます。お、はい、あ、すごいすごい、桃がゴロゴロ、そしてクリームもぎっしり。ではいただきます。うん、パン柔らかい。ありがとうございます。うん、で桃もすっごく甘くて、生クリームとカスタードが合いますね。そうなんです、おいしい。てかびっくりするぐらいふわふわですね。意外でした。私コッペパンはフルーツと一緒にあんまり食べたことがなくて、うん、合いますね。そうです。果物とコッペパンの意外な組み合わせは他にも。シャインマスカット、うん。あ、おいしい。このシャインマスカットがプリって弾けた後に、ね、この柔らかいコッペパンと、はい、食感がもう絶妙ですね。ですよね。口の中がもう幸せになりますよね。うん、今幸せです。岡山の人ってこう、うん、昔からねこういうコッペパン食べたり、はい、馴染みがあって、やっぱりパン大好きだと思うので、はい、そうです ね、 ねえ、バッチリですね。はい、これからも果物 も挟んでいきます。あ、ね、岡山の自慢のね、果物をしっかり挟んで、はい。